江戸川乱歩悪霊物語老人形師。小説家大江ランドは人形師の仕事部屋のことを書く必要に迫られた「ブリタニカ」や「アメリカナ」や「大百科事典」を引いてみたがそういう具体的なことはわからなかったランドは いつも服を作らせている銀座の洋服屋に電話をかけたそして表の店に飾ってあるマネキン人形はどこから仕入れているのかと尋ねたマネキンどん屋の電話番号が分かったのでそこへ電話した「こちらは小説家の大江ン道だが人形師の仕事部屋が見たい」「なるべく機械な仕事部屋がいい」「一つ 変わり者の人形師を教えてくれないか？と言うと、先方は電話口でえへへへへへと気味悪く笑った。あなた様はあの恐ろしい怪奇小説をお書きになる oa ランド先生でございますか。かえへへへ。それでしたら、ちょうどおあつらえ向きの老人の人形師がございますよ。名人ですかね？ そのアトリエには誰も入ったものがございません。秘密にしているのです。しかしねえ先生、先生でしたら見せてくれますよ。バテレンじいさんは、い,いえね、これがその人形師のあだ名でございますが、そのバテレンじいさんはあなた様が好きなのです。あなた様の小説の大の愛読者なのでございます。 いつも一度先生にお目にかかってお話が伺いたいと申しております先生のことならきっと喜んで秘密のアトリエを見せてくれますよ広くおいそのいい店員であったバテレンじいさんのアトリエは世田谷の共同にあるのだというぜひその爺さんに紹介してくれと頼むと電話で「 先方の都合を聞いてみますからしばらくお待ちくださいと言って一度電話を切ったが間もなく返事が来た先生先方は喜んでおります今晩7時頃に手がすくからその頃お尋ねくださればお待ちすると言っております先生にくれぐれもよろしくと申しましたそこでランドーは、 その晩、共同のバテレン爺さんを訪問することにした。共同の駅で電車を降りて教えられた道を十丁ほど行くと街角には大きな石地蔵が建っていたその向こうは森になっていて森の脇を歩いて行くと池垣や塀ばかりの屋敷町でところどころに草の生えた空き地があったぼんやりした街灯を頼りに。 やっと目的のいにたどり着いた。どりガラスの割れた門棟が「日暮れ門蔵」という表札を照らしていたこれがバテレンじいさんの本名なのである扉もない門を入っていくと草の中に古い木造の洋館が建っていたこちらの足音を聞きつけたのであろう玄関のドアが開いて赤い光の中に 小柄な老人のシルエットが浮き出した。赤い光はチロチロ動いていた。老人は燭台を自分の体の後ろに持ってこちらをじっと見ているらしかった。大江先生でしょうな。どうぞお入りください。お待ちしておりました。何かの鳥がさえずっているような。妙に若々しい声であった。 私がバタレンジジですよくおいでくださったさあこちらへお入りください手を取らんばかりにして廊下のドアを開き書斎らしい用馬に生じ入れた部屋にも点灯はなかったじいさんは辺りの様子を見せるように太いろうそくの食材を振り照らしてからそれを机の上に置いた書棚に 得体の知れぬ古本が並んでいた。壁にはレオナルド・ダ・ヴィンチの人体解剖図の大きな複製がベタベタ貼り付けてあった村役場にあるような粗末な木机と木の椅子ランドーはその一つにかけさせられじいさんも向かい合って腰掛けた「これは素晴らしいこれはもうそのまま階段の材料になる」「ランドーはホクホクしていた」 じいさんもランドに会えたのがひどくうれしいらしく。よく来てくださった。何でもお見せします。何でもお話しします。じゃがその前に一杯いかがですな。上等のコニャックがあります。そう言って本棚の古本の間に入れてあった変な形の酒瓶とグラスを二つ持ってきて酒を注いだ。ランドがグラスを取ってかいてみると。 なるほど。素晴らしいコニャックだ。ちびりとやってじいさんの顔を見ていると、じいさんもちびりとやってにやにやと笑った。人形師の秘密がお知りになりたいのですが。小説におかけになる。だんだんろうそくの光が目になれてきた。じいさんは656歳に見えた。黒いラブラブの洋服を着て痩せて。 顔に恐ろしくシワがあった。目は澄んでいた。茶色の瞳だった。顔にも老年のシミが目立っていた。マネキン人形はおがくずと髪を型にはめて外側にビニールを塗るのですか？そういうのもあります。いろいろありますよ。しかし、私はショーウィンドウのマネキンなんか作りません。 そんなものは弟子たちにやらせます。私は本職の人形師です子供の自分に安本亀八に弟子入りしたこともある日本式の生き人形ですよ霧の木に彫るのです上から5分を塗って磨くのですこれは今でもやりますがねしかしなんと言っても老人形ですね ロンドンのチュソー夫人の老人のの形館のあれです。私は今から20年ほど前にロンドンへ行ってあの人形を見てきました日本の生き人形も名人が作ったやつは生きていますがチュソウ夫人の老人形ときたらまるで人間ですね生きているのですよ死体人形なら本当に死んでいるのですよ大江先生は ロンドンへおいでになったことはありませんしかしチュ夫人のことは本を読んで知ってますよ僕もあの老人形は好きですね皮膚が透き通って血が通っているでしょうそうですそうです血が通っています死体人形なら脈が止まったようですであなたは老人形を作っておられるのですか そうです。今は老人形が主です医学校や博物館の整理模型ですよ病気の模型が多いのですだがそれはただ金儲けのためです美術とは言えません私は模型人形で暮らしを立てて一方で美術人形の研究をしているのですよ大江先生は無論ご承知でしょうが ホフマンの砂男に出てくる美しい娘人形オリンピア城でしたかねあれが私の念願ですよお分かりでしょう世の中の青年たちが真剣に恋をするような人形ですねバテリン爺さんはなかなか物知りであったホフマンのナタニエル青年は生きた娘よりも人形のオリンピアに命がけの恋をしたのである それではジェローム K ジェロームのダンス人形をお読みになったことがありますかランドーはつい誘い込まれて西洋小説の話を始めたするとじいさんはニコニコして「読みましたともあれは私の一番好きな小説の一つですよ」「娘たちのダンスの相手としていつまで踊っても疲れない鉄の男人形を作ってやる」 人人形師の名人の名話でしょう私はああいう名人になりたくて修行したのですよあの鉄の人形も生きて動き出したのですね一人の娘を抱いたまま無限に踊り続けたのですね実にいい話だああいう小説を読むと人形師の生きがいを感じますよ ジェロームのダンス人形は役が出ていないはずだからこの老人形師は外国語も読めるのであろう改めて書棚の古本を眺めると英語でもフランス語でもドイツ語でもない背文字があったランドーはなんだか気味が悪くなってきた目の前のシワだらけの小さな老人が奥底の知れない人物に感じられてきた 蝋人形はどうして作るのですか？やはり型にはめるのですか？粘土で原型を作ることもありますが、直接実物から取る場合もあるのです。実物からとは？食堂のショーウィンドウに並んでいる老星の料理見本をご覧になったことがあるでしょう。あれは実物に石膏をぶっかけて女型を作ることが多いのですよ。 そこへロウを流し込んで固め、採食するのです。人間でも同じことです。ただ石膏がたくさんいるだけですよ。じゃあ、人間の肌に石膏を塗るのですね。そうです。ご覧なさい。ここに見本がありますよ。ほら、これが私の手です。実物と見比べてご覧なさい。やっぱり、 本棚の古本の間から開いた人間の手を取り出して机の上に置いた手首のところから切り取った手のひらである老人形師は自分の手を開いてそれと並べて机の上に差し出した小さなしわの一つ一つしなびた老人の手の色合いがそのまま出ているどちらが本物かわからないほどであったこれは 私の手に石膏を塗って目型を取ったのです。全身を取るのも理屈は同じですよ。では、本当の人間から取った全身人形を作ったことがあるのですねありますとも。画家がモデルを使うように、人形師もモデルを使うのです。モデルはドロドロの石膏にうずまるのですから、あまり気持ちがよくありませんがね。 顔をとるときは鼻の穴にゴム管を通して息ができるようにしておくのです大抵の娘は嫌がりますが中には石こうに閉じ込められ抱きしめられているような気持ちが好きだと言って進んでモデルになる娘もいますよバテレンじいさんは歯の抜けた口を開けてニヤニヤと笑ったそのアトリエを見せていただきたいものですね むろんお見せしますよではこれをすっかり飲んでからアトリエへ行きましょう今晩はうすら寒いですから体を温めてからね老人はそう言ってグラスを取り上げぐっと飲み干したランドーもそれに習った強い酒が腹に染み渡って体がほてってくるようであった老人は机の上の食台を持って先に立った その時ろうそくの光の加減で机の上に放り出してある老聖の手首が少し動いたように見えたそれから真っ暗な廊下を3軒ほど行ったところで老人は何かカチカチ言わせているポケットから取り出した鍵でドアを開けようとしているのだこの間伝統会社と喧嘩をしてしまいましてね伝統がつかないのです しくいい。がてださもっとも私は夜は仕事をしませんから電灯がなくても別に差し支えありませんかね弁解をしているうちにドアが開くと彼は食台をぬっとこちらへ差し出してしばらくじっとンドの顔を見つめていたびっくりしてはいけませんよ何しろろう人形というやつは。 ちょっと君の悪いものですからね警告するように言って部屋の中へ入っていったランドーは年がいもなく少し怖くなってきたがそれがまたたまらない魅力でもあった彼はオズオズと老人の後に続いた曜美人 食台のろうそくがへやの中をそろそろとうごいていったそのひかりの中へなにもないゆかやねんどのかたまりや彫刻用のこてやせっこうのかけらやいろいろのガラクタがつぎつぎと現らわれてはきえていくそしてぴったりひかりがうごかなくなったそこにい様うなぶったいがよこたわっていた 大きなものであった。これ、なんですか？君が悪くて黙っていられなかった。よくごらんなさい。死骸ですよ。断末魔です。地心王です。私の自慢の作品ですよ。土色の男の体であった。目がチバスって赤く、唇が真っ青だった。 首から胸にかけて黒い血が凝固していた頭にも胸にもももにも本当の毛が生えてあったこれも本当の人間から型を取ったのですか團藤は声が震えないように用心しなければならなかったそうです生きた人間からですまさか死骸からではありませんよ マテレじいさんはそう言ってからふふっと笑ったその次には皮膚病の半身像やへんてこな極部像がいろいろ並んでいた並んでいるというよりは転がっていたひどく生き生きとして今にも動き出しそうなものもあったこの次に面白いものがありますろうそくを消しますよ出ないと漢字が出ないのです と火が消えて、真っ黒なビロードに包まれた感じであった突然目くらになったように全く何も見えなかったさあ手を出して触ってごらんなさい目で見てはちっとも美しくないけれども手で触ればたまらない美しさです私が考え出した類のない美術品です ですから夜を選んだのですよ。先生にわざと夜来ていただいたのです。目で見ないで手だけで見るというのには昼間は具合が悪いですからね。これは手で見るのですよ。つまり触覚の美術です。ランドは言われるままにオズオズとそれに触ってみた。冷たい滑らかな肌であった。 もっと手を伸ばして全体をなで回してごらんなさいだんだん手を伸ばしていくとそれは人間の体に似たものであることが分かったしかし普通の人間ではない手が何本もある足が何本もある肉体の山と谷が無数にある初めは薄気味が悪かった 不快でさえあった。だがなで回しているうちに神経の底から妙な感じが湧き上がってきた今まで一度も経験しなかった不思議な快感であったそこには想像し得るあらゆる美しい曲線が微妙に組み合わされていたスベスベしたなだらかな運動感があった 手が自然に滑っていくその滑り方に異様な快感があったそれは触覚だけではなくて運動感覚にも訴える美しさであった老人は暗闇の中で息の根も立てないで小説家の感動を感じ取ろうとしていた乱藤の両の手が初めはゆるゆるとやがて徐々に速度を増してついには 恐ろしい速さでその物体の上をはい回った甲骨として時のたつのも忘れてはい回った「すばらしいこれはすばらしいですよ僕はこんな美しいものに初めて触りましたこれは何という微妙な曲線でしょう!」「いったいどんな法則から割り出した曲線でしょう!」の中から。 老人のふふっという笑い声がした。さっきからもう30分も経ちましたよ。ずいぶんお気に入ったものですね。さあ、次に参りましょう。もっとお見せするものがあるのです。闇の中で手を取られてその場を離れた。4。5歩も歩くとシューっとマッチがせられて再びろう。そくが輝いた。急いで後ろを見たが。 さっきの不思議な曲線の物体は見えなかった老人は用心深くあの物体に覆いの布をかけてしまったのかもしれないこれですよこの中ですよ食台をかざしたのは一つの大きな黒い箱の上であったそれは西洋の装飾値段に似ていた外側の黒い色が漆のように光っていた 老人は食台を置くとまたポケットから鍵束を取り出してその黒い長い箱の錠前を外したそして食台をかざしながらその蓋をそろそろと開いていったろうそくの光と一緒に目がちらちらした箱の中には白い滑らかなものが横たわっていた蓋がしっかり開いてしまうと それは美しい裸体の女であることが分かったランドーはがく然として一歩後ろに下がったろう人形というものがこんな恐ろしい美を持っているとは思いもよらなかったああこれが生きた人間でなくろう細工だなんてそんなバカなことがあるものかお気に入りましたか美しい女でしょう これは、生きているのですよ。老人はささやくような低い声で言ったするとその声が老人形に通じたように美しいまぶたがブルブルと震えてパッと目を開いた老細工ではない本当の目であったそれがじっとンドの顔を見つめていたンドの鼓動が早くなった 逃げ出したた。いような恐怖を感じたバテレンじいさんとはよくも名付けた彼はバテレンの魔術を心得ているのであろうかハッハッハハオーエ・ランドさんはこんなものに驚く方ではないと思いましたがねあなた顔が青くなっていますよハハハハハハ私は天下のオーエ・ランドをびっくりさせましたね 先生のお書きになる階段と私の発明した階段とどっちが怖いでしょうかねじいさんは顔じゅうをすぼめたちょうちんのようにしわだらけにして歯の抜けた口を耳まで広げて悪魔のように笑っていたこれがろう人形ですか何かからくり仕掛けでもあるのですかああ目だけじゃない。 唇が動いている。息をしている。生きているでしょう。あなた、私のトリックにかかりましたね。これは本当に生きているのですよ。人造人間じゃありません。触ってごらんなさい。ロージンは無理にランドオの手を引っ張って箱の中に横たわっている美女の肌に触らせた。その肌は暖かくて。 弾力があったすると人形がくすぐったいというように身もだえしてムクムクと起き上がったその時はさすがの怪奇小説家も心臓が止まる思いをしたがすぐにそれは老人形師の子供らしいトリックであることが分かった箱詰めになっていたのは人形ではなく本当の生きた人間に過ぎないことが分かった ひどいいたずらをしますね。かわいそうにこのお嬢さんは箱の中でさぞ息苦しかったことでしょうランドはそう言いながら美しいラジオの手を取って引き起こし箱の外へ出るのを手伝ってやったごめんごめんこれが怪奇小説家のあなたには何よりのごちそうだと思いましてね実はこの女は私のモデルなんですよ だが不思議なことにこの美しいモデル娘は少しも裸体をはにかむ様子がなかった無言のまま向こうのついたての影に入ってしばらくすると素肌の上にガウンを着たらしい様子で出てきた先生まだ心臓が静まりますまいこういう時は一杯やるに限りますこの子に尺をさせてあちらでまた一杯やりましょう 浪人業師は食材を持って先に立ちその次にガウンの美女あとからランドが続いた以前の書斎でそれぞれ椅子にかけるとまたコニャックの酒盛りが始まった心がときめいているので酒の回りが早くランドはじきに酔い心地になった美女はほとんど口をきかなかった 何か言われるとにっこり笑ってうなずいたりかぶりを振ったりするばかりであったしかし彼女も酒は少しずつ飲んだやがて目の縁がポーっと赤くなってきた娘は人形から人間になってまた元の人形に戻っていくように感じられた生きた人間にしてはあまりに美しすぎたホフマンのオリンピア城は こんな美しさだったかもしれないもし生きているとすればいや生きているに違いないのだがこのしわくちゃの老人がどうしてこんな美しい女を手に入れたのか不思議でたまらなかったこのモデルの娘さんは何とおっしゃるのですか最上玲子と言いますこれをモデルにして寸分違わない美人人形を作りたいのです い最良の状態の時に石膏を塗りつけるのです玲子はパチッとまばたきをしたまるで自動人形のようなまばたきであった人間らしくなくて人形とそっくりの娘そこからこの世のものならぬ怪しい美しさが発散した人間らしくないところに 名しがたい強烈な魅力があった「玲子さんあなたは自分とそっくりの人形ができるのを怖いとは思いませんか?」ランドは初めて娘に話しかけたいいえ彼女はかすかに微笑んで小さな声で答えた人形が何かの仕掛けで口をきいているようであった ちゃんとした姿勢で椅子にかけ顔は正面を向いたまま少しも動かさなかったランドーと老人形師はこの美女を傍らにして1時間近く子ヤックを傾けながら人形の話を続けたそれじゃあ玲子さんをモデルにして仕事を始めたら知らせてください是非見たいのです約束しましたよ 恐ろしく酔ってろれつが怪しくなってきたそして2人に見送られて外に出たのだがその時玄関の戸口で玲子の手がランドウの体に触った意味ありげに触った彼は暗い街に出て電車の駅の方へヨロヨロと歩きながらその感触を思い出していたふともしやと気づいたので 触られたがわのポケットにてをいれてみるとちいさなかみきれがはいっていたがいとうのしたまでいそいでそのかみきれをしべるとえんぴつでつぎのようなはしりがきがしてあったこのじいさんはだいやくにんですたすけてくださいわたしはころされます